はい、ワドツー、みんな楽しんでいってください。今日の練習振り返ろうかなと思ってます。みんなでこうああだこうだ言いましょう。どうなんだろうな。ドレスさんたまに本気で蹴ってきてない。いや俺もなんだろう、6割7割ぐらいで本気でやっぱ蹴ってくるけど、手加減はしてくれてるよ。もちろん手加減はしてくれてる。ただあい、なんか隙があったらポンといいのはやっぱ放られますよ。たまにその俺が手加減わかんないから、手加減っていうか力加減わかんないから、こうなんつうんだろうな、向きになっちゃうっていうか、パーンって変なの入れちゃうんだよ。ああ大阪先輩ありがとう、超勉強に なりました。本当助かりました。またぜひ、またまたぜひいらしてください。一緒にやりましょう、ぜひ。場所は言いませんよ、非公開です、公園です、トレーニング。ノールさんありがとう。ドレさんうまいよな、やっぱり。ドレさん教え方ほんとうまい。カメラワーク、たくみさんうまくなってるな。風船ありがとうございます。うまドレさんのスネアってかっこいいんだよな、なんか。コーチ料無料で やってもらってますよ。無料です、コーチ料払ってないですね。すごいよね。本当だったらさ、1万円2万円ってさ月謝でかかるんだよ。で俺が貧乏なの知ってるからさ、あのいいよって、そんな一緒の選手なんだから一緒にトレーニングしてよって一緒に言ってくれたの。いや俺にとってはコーチですって言って、教わりたいんですって言って、分かった、だったら売名させてって言ってくれて、すごいいい人だよ、ジャストミートアタルさん。ドレさんは本当人格者ですよ。俺はねテルチャンピンっていう人と戦うね。じゃあ画面出そうか、ちょっと待って、今出してあげるね。ちょっと待って、
ちょっとすいません。太郎さんいらっしゃい。ちょっとごめんね、一回止めます。これがポスターなんで、あ、間違えちゃった。あれ、これなんだったっけ、んこれなんだ、画面キャプチャー、あ、間違えた。ちょっと待って、設定がグダった。ちょっと待ってください。これがね、ポスターですね。俺はね、テレチャンピンっていう人、そう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 、青山とやります。ユウさんいらっしゃい、ヤさんいらっしゃい。もしよかったら、頑張るんで応援してください。こんな感じです。ポスターのデザインもかっこいいよね。この辺に貼っとこうか。で、どう見やすい？これで。OK。これでいいかな。こんな感じでいい？画面は。で、こうかな。これで OK。いくよ。うん、ちょっとずれたかな、なんか。これはどうやって防げばいいか、首タイプ、首タイプでは首タイプで入れてくと、テレチャンピオンはなんで戦う？俺がね、パルパルを指名したんですよ。この大会出るときにパルパルとやりたいって言ったんだけど、パルパルがやらないっつって。で、免除さんがテレチャンピオンでやるけどいいって言って、仲いいっすけどね、つって。うん、友達ですけど、つって。本人がやるっつってなら、僕やりたいですって言って。それでテレチャンピオンのカードになったね。うん、ドレさんめっちゃいい人だよ。音は聞こえる？大丈夫？ベアナックル？ベアナックル？いやいや、素手じゃないんですよ。18オンスですね。だから練習用に使ってるグローブが18オンスなんで、あれくらいのふかふかのグローブでやります。ドレさんの見解だとダウンあるかなっていう感じだね。ヒアちゃんいらっしゃい、ワード2。少し大きく音を、はい、俺の声じゃなくて、さっき便利さん来ました、ね、こんな感じで OK。 悪口言ってた、ちょっと待って調整するわ。悪口言ってた、頑張れって、頑張れって、ちょっと取れてます。いってらっしゃい。ういすー、お疲れっすー。どう、楽しんでる？どうすか。214名さんいらっしゃい。こんな感じでいい？お、便利さんどうもです。楽しみっすね。 OK、 こんな感じで。僕は師匠選びは多分一番間違えてないと思います。やちゃん教えてくれてありがとうね。ビビらずにリングに当たるバトンさんを評価できる。俺毎日ビビってるから。俺ね、この前ね、これ2週間ぐらい前なんだけど、寝てたの。寝てたら、こうやってカーって寝てたら、上からなんか降ってきて、えって起きたの。閲覧多かった、ありがたいですね。面白いですよ、うん、寝てたら、ジャブ打ってたんですよ、僕。これ本当っすよ。左手がボーンと落ちてきて、えって言って起きたら、テレチャンピン戦ってて。予算見てる。予算見てないでしょ。予算見てんの。ドレさんイケメンだよね。予算すごかったっすね。俺が女だったらドレさんかっこいいなと思うもんだ。え、予算いんの、うん、え、予算いんの、うん、本当に。あと口だけ配信者誰がいるかね。いや、口だけとかじゃない、やっぱみんな怖いよ。あ、そうなの。ぜひぜひ、やるかやらないかでしょ。ワド2っていう挨拶とお疲れの2つぐらいは入れてもらえると嬉しいですね。どんな人が見てるのか教えてもらいたいんで。予算ウェルカムですよ、ふわっち、うん。ドカ X も誘ってやるよ。いや、全然誘うよ。ユウさんが見に来てくれてるなって思いたいから。つながりがさ、ほら、連絡先とか交換しないとやっぱ。うん。でね、俺ドカさん好きだよ。来るときと出るときだけ教えてください。杖で戦うことになりますか。足動かねえかんな。ちょっとジュース飲んできます。ドレさんかっこいいよね。ちょっと太ったな、やっぱり。ドレさんさ、モテるっしょ。女がほった。あれあれ、どこ行った。あ、いたいた。ドレさんイケメンだよね。117キロだから結構やるんだね。そうかもしんないですね。
いいっす、いいっす。お疲れ様です。あ、そっか、こういう感じにすればいいのかな。あ、どうも、こんにちは、はじめまして。こういう感じにしようか。これだとね、見やすいし。あ、メニューは全然、僕はいつもドルさんにお任せなんで。じゃあ、このパンチのディフェンス。パンチのディフェンス、はい。たくみさん、たくみさん、たくみさん、待ちましょうか。あ、いいよ、いいよ。ありがとうございます。これがいいね。この方が見やすいね。ちょっとやってたから、休んでた方が大きい感じがする。そうなんですかね。全然わかんないですけど。これ、違うんだよ。これびっくりしたんだけど、この女の子知ってる？みんな。俺びっくりしたんだけど、この女の子、横山みどりと浮気してた女の子らしいよ。これ、リスナーさんの彼女だって聞いてたから、あ、そうなんだと思って、なんだけど、みんな知ってる？この子。この女の子。生主さんで、ニコ生の生主さんで、何月って言ってたかな？あのね、横山みどりさんと浮気したっていう。そうそうそう。で、私配信者なんですって言って、配信終わった後に、みどりさんと浮気したの知ってます？って言って、え？って言って、びっくりしたよ。ハードパンチャーだよ、一番の。この3人の中で一番生主としてハードパンチャーのこの子でしょ。この子有名なの、うん、なんていう名前だったっけな、みどりさん不倫多すぎるでしょ。こっちに映してまずいっすよね。浮気ばっかりだもんね、このカップル。あ、そうなんだ。へえ。今は大丈夫です。生主好きなんだろうね、多分ね。はい。ゆうゆうかな。見えてます。逆光になってます。有名な人なんだ。リスナーさん。いや、たくみさんはリスナーと同じ目線で見れるだろ。受けるよね。ま。ていうか、たくみさんカメラのカメラワーク超上手くなってるね。見やすい。たくみさんカメラ上手くなってるよね、撮り方。これはね、配信者張りのね、いいカメラアングルですよ。もうカメラめっちゃ上手かった、今回。もう仏教の話ばっかりしてるから。今川。今川と。ドレさんかっこいいよな。全部説明さ、ドレさんあれだね、やっぱ鍛えてる人ってさ、かっこいいよね。ありがとうございます。50歳に見えねえもん。今いくつだっけ、 53？ 俺の親父でもおかしくねえのか、ドレさん。腹出すぎだな、ちょっと。できればギリギリで倒すのがいい。なぜかっていうと、やっぱり荒れ玉があって、こういう軌道で打っておいて、こっちもあることあるから。ドレさん最近、あのね、体調悪くて風邪ひいてたっぽいね。多分ね、今日の夜放送するって言ってたよ、ネットのリスナー姫さん。ドレさん今日やるって言ってた。夜見に来てねって言ってたから、うん、お疲れ様、ダマオさんいらっしゃい。え、53歳だよ、合ってるよね。ドレさん53だよね。驚異の若さだよね。なんかドレさんを初めて見た人、モデルさんだと思ったらしいよ、みんな。足細いし。ハート10個ありがとう。トトさん、ハート10個ありがとう。ちょっとみんなで研究しようという枠です。うん、見えないよね。すごいよね。うん。超イケメンだからね。身長高いし。ちょっとカメラ下に向いてるな。今年54なんだ。俺の22個上かよ。すげえな。それで現役のファイターってすごいよね。このジャブのキレだよ。やばくない？
強いのが来ても起動さえ変えれば、それを手でこういうふうに迎えに行くと、ここで隙間を切り替えたらここに当てられちゃう。すげえよな。ああでも、バンダが使ってそうです。携帯出なきゃダメなんですよ。わかりやすい人はテレフォンパンチって電話してから。うなより年上で、そうだよ、3万より上じゃん。行くぞ行くぞっつっといて行くんだから、行くぞ行くぞっつっといて。俺より強えやつなんかいねえよバカ野郎。格闘技知らねえやこの野郎。おいピッケル佐野だよ。そういう勢いの、いかにも気持ちがくじけない。で、要するになんでガードするかっていうと、ガードがあれば心に余裕ができるわけ。実際は4箇所しかが攻撃が来ないわけ。それも、まあ確率は 100% ではないけど、大体のことはカットすれば蹴りはできるし、パンチもここに当たるすごい難しいんだ。そこさえ外せば痛いよって言われれば、はい、痛いけど別に動くことないのか。ここさえ守っていうかね、体重差ありすぎて重てんだよ。ドレさんのパンチとかみんなね結構ガタイいいから、あのね手加減しまくってくれてんのだけどね、重たいよドレさんのパンチとか。想像つくでしょ、身長が全然違うじゃん。ヤギタン風船10個ありがとう、いつもありがとうね。ヤギタンありがとう。これさえ警戒してる。だから左回りとか右回りっていうのは腹がダメだな。情けねえ腹だな。これはひどい。ドレさんのさかっこいいからだとこの対比。一応胸筋とかもついてきてるんだよ、背筋とかも。だけど腹が出すぎてるからみっともないね。少し引っ込んだけど、ウェイトトレーニングやってますよ。やってるやってる、うん、でもね結構太くなってきたんだけど、多分ねドレさんと並んでるからね、やっぱね全然体が違うんだよね。本格的にやってる人とちょっと恥ずかしいねこれは。でもねなんか5年ぐらいねしっかり練習してこんな体になったらかっこいいよね。男の憧れじゃんやっぱ格闘技強いっていうのは、うん、いやバキバキボディは似合わねえんじゃないかな。配信者ボディとしてはね正解だけどね。85キロぐらい。あじゃあ俺と体重変わんねえんだ。まあ筋肉量が全然違うから、ね、脂肪だからね俺の場合、うん、すごいね85なんだ。でも少し絞るって言ってたよ。痩せろって言われてんだよね。ちょっとあの動けないよその体じゃ。ウェイトも上げつつあの絞らないとダメだねちょっとね。おハチいらっしゃい、今日の練習見てるよ。ハチ今日来れなかったよね練習ね。レクチはいたけどね、うん、楽しんでて今日の練習をあの振り返ろうっていう枠です。これね無料でやってくれてんだもんな、ドレさんの20年間のノウハウを。やっぱいいよね、こんないい思いできるって。ほんと配信者になってよかったよ。ドカ X117kg、 アラミソ 127kg、 あれじゃダメなのかな。体重重たい方が強いけど筋肉量がないじゃん、やっぱ鍛えてないから。脂肪の塊だからあのやっぱね鍛えれば鍛えるほどいいよ、筋肉の量なんですよ。ゆめさんありがとう風船5個。痩せると打撃が真剣に変わって効き目が違う。なんかねスナップなんだよね。体重の重さも有利なんだけど、スピード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 とコンボと、あとあの極端な話16オンスだからもう当たっても効かないと、まあ痛いけど効かないのね。だから顎に当たるって難しいから、だからスピードを重視しろって教わってる。とにかくスピードで力を抜いてインパクトなんだって。パンっていうスナップ効かせてっていう、これ今教わってるところなんだけど、あの要はパンチ力じゃないよっていう、体力減るだけだからっていう。いやあのねそれが思ったんだけど、これねボクシングやってわかるんだけど、普通のパンチングマシーンとかのパンチ力っていらないし当たらないんだよ。
そうじゃなくて、こう、って、こう、シュッて、こういうのが効くの。こう積み重ね、パンパンって。そう。で、顎の先端をこうガンって揺らさないと意味がないっていう。だからね、本当にイメージしてる世界と違くて、こうスピードとインパクト。だからこう、なんつうのかな。普通の人のパンチってグーって押しちゃうから、俺もそれ注意されてんだけど、押し込む感じじゃないの。こう、パンっていう。ドレさん相変わらずかっこいいよね。うん。同じ実力ならスピードリズムで勝ったり負けたり。そうそうそう、フリーランサーさんが言ってるのが正しいと思う。うん。パンチ力じゃないっていう。パンチ力重たい方がいいんだけど、そうじゃなくてインパクトとスピードの方を優先しないと、結果当たらないのは意味ないと。うん。うん。で、今、ボディのガードのやり方を教えてもらってる。溝落ちだね。溝落ちをこうカットするやり方。これはね、空手やってたからね、多分できてた。すぐね、あ、OK って言われた。次、自分が打たれる番なんだけど、これはね、多分上手かったはず。空手はね、これよくやるから。これを見てて、うん、こうやってひねるの。そう。これはね、上手くできてたと思う。溝落ちのタイプはね。ほら、あ、違う、これはダメ。これこれこれ。これ。はい、ワード2、組みたい、久しぶり。体重はね、自由にやっていいよって言われた。一応身長で、ある程度体重は揃えたんだけど、で、15キロ増量しました、僕は。有利になるために。ただ、太りすぎって怒られた、ノレさんには。体重増やせばいいってもんじゃなくて、スタミナがないからって。だから、今体重はもういいから、もう下げなさいって言われた。無差別級です。一応、でも体格は揃えてあるはず。ある程度は。そんなに差が出ないように。あと、格闘技経験とかも考慮してるね。無経験の人は無経験。要は、テレチャンピンと俺とか、里見ズキティとか。で、セブンさんは空手やってたし、ヒカル君はキックやってたから、そういうカードになってる。その辺はね、やっぱ考えてますよ。いいね、いいね、うん。これが早いし、重いんだよな、ドレさん。どれだけ卑劣になれるかな。和道は優しいから一発いいの相手に言ったらやりすぎと思われないか。私それあるよ。俺ね、実はね、本番ね、カッとなってアドレナリン出すぎるタイプだから、結構ね、練習の時めっちゃ気使うんだけど、練習の時気使うんだけど、多分大会本番は大丈夫だと思うよ。ただ体力の温存ができなくなる可能性があるから、そこはクレバーにやりたいなと思ってる、うん、練習だと本気で打てないからさ、うん、大体ね、ドレさんに 6割いいの打っていいよって言われた時は6割ぐらいで打ってますね。高橋ゆ、椎名組さんいらっしゃい。初見さん楽しんでてください。面白かったらフォローしてください。今日の練習の動画を振り返ってみんなでやってます。今ね、俺体重82キロだから、ドレさんと体重変わんないですね。どんな感じだろう。これで腹筋鍛えて。ゴルゴさんありがとう。バガありがとう。全くドレさん、彼の師匠がいらっしゃる。ちょっと飛ばしますか。誰と誰と飛ばしてんだろうな。スパーリングまで飛ばしたいな。この辺かな。あ、これミットか。ミットも見ようか。ミットが手応えなかったんだよね、今日。ミットはひどかった。ダメ、うん、ミットひどかったね。ていうか画質そんな悪くないな。外配信なのにこの設定いいかもしんないね。コマも遅れないし、画質もなかなかいいし、これありだな。あ、フォローしてくれたの、ありがとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうね、フォローしてくれて、うん、嬉しいです。いやでも素人の殴り合いね、5000円で見れたりね、生放送だと無料で見れるから結構ありだと思うよ。結構面白くなると思う。うん。始まったか。殺しそうになった衝撃がきついけど考えてはいけないよ。スポーツやし。あ、殺す気でやんないダメだって、便所太郎さんにもドレさんにも言われてる。じゃないとやられるからって。格闘技そんな甘くないからって。殺すつもりでやりなさいって教わってる。うん。で、それで怪我して死んだら相手が練習不足なんだからっていう。練習でも全力で打たなきゃダメだ。全力で打ってるよ。
うん、全力で打ってる。緑龍さんいらっしゃい。翼龍さんって読めばいいですか。翼龍さんいらっしゃい。スターさんこんばんは。楽しんでってください。あの俺空手の極真とかやってたから前段本気で打つ癖がついてたんだけど、あの今強制されてますね。スピードインパクトコンボ、スピードインパクトコンボ、うん、要はその空手だとね前段本気で打つから全部受けないといけないっていう、その一撃なんだよやっぱり。それと全然違うんだよね、うん、空手のノリとね全然違うキックは。なんかね、やっぱりね、ドレさんの教わり方が一番その覚えた方がいいなっていうのが今の判断だから、いろんなね理屈でやっぱりねリスナーさんの言うのも一理あるのもいっぱいあるんだよ。そう、うん、だけどねやっぱりそのコーチは一人に絞らないとと思ってる。その時間が短いからさ、うん、俺はこの人だって決めたから、うん、あやっぱ距離短いな、パンチ伸びきってないね、ダメだ。そう、手応え全然なかった。極真はどっち、松井大山増田津派、極真どっちなんだろう。ちょっとね中学の頃で覚えてなかったわ。少し痩せたんですか。逆ですね、太りましたね。僕は体重今82キロ、人生で一番太らせてますね。フォーム綺麗だよな、ドレさんフォーム綺麗だよな。あいいね、うん、重いね、うん、でも押し込んでるな。もっとパンって弾かないとダメだね。おー、カズレーサーさんいらっしゃい。いやー、あのねあれ覚えてる、カズレーサーさんいたと思うけど、この大会の企画の前にドレさんリスナーさんがさ、ドレとワドをコラボしろよみたいに煽ってたことがあったんだよ。俺は実はあの時にこのタイミングじゃないと思って、ドレさんのいい味を最高に引き出せて俺のいい味を引き出せる何かがあるはずだと思って、実はドレさんとは絡もうとしてたけど、絡み方をね、コラボの仕方をすごい気を使ってたの。うん。覚えてる？それで電話とかコラボとか変なことしないで、お互いリスナーだけで、こう、見合ってたんだけど、俺実はドレさん好きだったんだよ。で、この人とはいい形でコラボしたいっていうのがあったから、俺はこれだと思ったの。俺はもうこの人に教わろうっていう。そう。そしたらさ、お互いメリットあるじゃん？ドレさんはさ、あの俺に教えることもできるし、そうなんか盛り上がるじゃん。ドレさんの一番いいところが光るじゃん。で俺は襲われるわけじゃん。最高だよね。いや頑張ってるっつうか、やっぱ勝ちたいっすね。そう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 、どうなんだろう、上手くなってんのかな。みんなから見て上手くなってるのこれ、自分だと全然わかんないわ。うん、その最初のシャドーボクシング何週間前、3週間ぐらいやってんのも全然覚えてない。最高だよね。俺はドレさんとこういう巡り合い方したのは運命だと思ってる。本当に本当にドレさんが師匠でよかったと思ってる。なってますよ。あ、引き当てさんどうも、すいません、たくさん花火いただいたのに挨拶もできずに。もっと強くなりたいですね。それっぽくなってきた、だんだん。最初はねもう点でダメだったもんね、猫パンチで。いや道場破りとかはできないですよ、チキンなんで。怖い怖い、速攻殺されるよ。俺だってパンチ一発も当たってないんだよ、スパーリングで。この前はタイガーマスクに3分間で7回ダウンさせられて、パンチ一発も当たってないんだもん。上達してるかな。俺ねやっぱね自分だと分かんないね。ドレさんにも今日言われたんだけど、良くなってきてるんだよだんだんって、本人気づいてないけどって。だからこのまま行こうねって、もっともっと行こうよって、上手くなってるんだよって、うん、試合の時良くなるからって、うん、和道の体の軸がしっかりしてきた。そうなんだ。でもねまだブレてるんだよ俺から見ると。ドレさんミット持ってても全くブレないんだよ、正中線で。タイガーマスクもずれないし、今日のタチュヒコもずれないんだよ、やっぱりやってる人って。そうね、体の線がドシッとしてる。おー、ありがとうございます。攻撃は災害の防御って言うけど基礎体力あって、そうそうそう、だから一番大事なのは、うるせえな、あの一番大事なのは俺は走り込みだと思ってる、正直言うと。それが今の結論、もう体力体力体力で技術。アイラ7年やってたんでしょ。うるせえなこいつ、ねえ。うん、フリーランサーさんありがとう、また来てね。
毎週日曜日やってて、あと2回トレーニングあるんで、そうだよね。結局喧嘩も体力勝負だもんね。レベルアップしてると思う。はい、アイテムありがとう。ハッチ、宝石ありがとう。ありがとうございます、ハッチ。すげえ。腰の場で。っていうかね、俺は体が硬すぎて、そうね、その足腰の肩とのリンクとか腰のキレとかがよく分かってない、未だに。まだ。そうね、これだっていうパンチがね、打ててないんですよ、一発も。で、当たってすらいないからね、パンチはどんどんフラストレーション溜まってるけど、もうシャドウをやり込むとか、もうできることやるしかないと思ってるね。だから、パンチで、これかっていうのはない。今。ないです。もうだけど楽しいっすよ、やっぱり。ゴントありがとう。コメントでね。コメントでダイヤモンドね。大事大事。ありがとうね。みんなアイテム。そう、なんか独学らしいんだけどね、やっぱ体がぶれないんだよね。すごいよね、すごいよね。ほらジャブ綺麗なんだよね。うわ、ハイキックも出るわ、すごいね。まあ、リスナーさんのタチュヒコさんですね。大阪先輩、大阪先輩って呼んだ方がいいのかな、タチュヒコって呼んだ方がいいのかな。なんか小手半2つ重ねるタイプの人ってどっちで呼んでいいか分かんないよね。東京先輩になったり大阪先輩になったりするから、すごいね。絶対本気でやったら絶対負けるよ、この人にも。でもね、優しいんだよ、すごい。最初ね、声かけてくれた時、僕をサンドバッグにしてくださいって初見でいきなり言われて、えとか思って、で DM とかでやり取りしてて、実は格闘技、地下格闘技25戦出ててって言って、経験者なんで、もしよかったらって言って。そう。で、その時は、ドレさんコーチにしてるから、人を殴るわけに、怪我するわけにいかないんで、大丈夫ですよって言ってたんだけど、それでもね、よくしてくれて、いやいやいや、だって人当てた方がいいっすよって言ってくれて、で、今日来てもらいました。和道さんめっちゃいい人でした。いや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 、そんな、ジャブメインでたまに横っ腹、顎狙い、頑張ってな。頑張ります。翼竜さんありがとう。試合ぜひ見てください。強いやつは必ず優しいもんだよね。優しいね、やっぱね。やっぱタイガーマスクもすげえ優しい、いい男だし。お、なおちゃんこんばんは、楽しんでて。すごいね、やっぱね、音が違うんだよね、ミッドでも。あとインパクトの瞬間のなんかこうスパンっていう感じ、ほらパンって、俺のなんか ボテみたいな音がするんだよ。ほらパンパンって言うんだよ、わかる？すごいいい音してる。ほらパンって言うでしょ。これを打ちたいんだよね、俺。でストレートが独特なんだよ。ストレートが独特だった。あ、めくらさん、あれサムネ変えた、めくらさん、わかりる？面白いね。これってさ、女性リスナーさんってどうなの？格闘技って好きなのかな？なんか結構男性リスナーが盛り上がってる気がするんだけど、女性リスナーさん面白い人、もしよかったら手挙げてください。あ、結構楽しんでるよって、ワドって。この企画っていうか。おー、どうもどうも、ゆうゆうさん。どうもどうも。お疲れ様です。ツイッターもし、上げてもらえてタグ付けしてもらったら僕リツイートするんで、教えてください。タグ付けしてください。今日の写真。お疲れ様でした、ゆうゆうさん。暴力嫌い。やっぱそうだよね、女の人はね。ドレさんにしか目がいかないイケメンすぎて。わかる？めっちゃイケメンだよ。実際会ったら全然もっとイケメンだよ。で、スーツ着てる時に会ったことあるんだけど、超かっこいい。超かっこいい。重っ。すげえ音。すごいね、音が。なんかこの企画のリスナーさんがガチ勢ばっかりで、ドルさんが結構ね面白いって言ってた。いろんな人来ていいねっつって。あ、サファイアさんは結構楽しんでもらってる。あ、よかったよかった。暴力っていうかスポーツだね。ルールがある上でやっぱお互い鍛え合ってるからさ、俺はスポーツだと思って取り組んでますよ。暴力ではないよ。相手のパンチにかぶせてくるのうまいで。あ、マジか、すごいね。お、
お、あ、結構ね、すごいな、いい音するな、やっぱ違うわ。この後ろの真っ黒のヘッポコとは違うよね。赤い靴履いたヘッポコとは違うわ。坂口拓さんが好きなんだ。おお。暴力は嫌いだけど殺人術は好きなんだ。でね、子供が寄ってくるんだよ、みんな。ボクシングやってるっつって。そう、子供とかね、あのね、ギャラリーができてくんの。後ろの人たちを映したいと思ってるんじゃなくて、映らないところに行くんだけど、みんな寄ってくるの分かる？興味湧いて。これね、あれですよ。みんなが寄ってくるんだよ。人がいないところでやってんの。あ、イケメンなんだ。イケメンは正義ですよね。重いな音が。いい音。今日の写真って何？うんうん、今日の放送、今日写真撮ってくださいって言われて写真撮ったの。蹴りもすごい綺麗だったよ。ほら、すごいいい音。こんなんもらったらあばら折れちゃうよ。リアトツだよ、達彦さん。この人の彼女さん。おお、スイッチングすげえ。パンチは振り抜かず当たったらすぐ引いた方がいい。引きが早いとすぐ次のパンチ打てる。やっぱそうっすよね。戻しだって言いますよね。打つスピードよりも戻しの引きのスピードの方がガードもできるし、次のパンチいってるしっていう。やっぱみんな同じこと言うんだね。お疲れ、猫もふさんお疲れ様です。実は後ろで見ていたチャリンコ坊や。え、いたの？え、ちょっと待って待って、猫もふさんいたの？え、後ろで見ていたチャリンコ坊やが私？本当に？嘘でしょ。俺アスペだからそういうの分かんないよ。あれあれ、このバーってどうやって、あ、消えた消えた。うわ、綺麗だな。いいな、蹴り綺麗だといいよね。これ相手やられたら嫌だよね。左がうまいんだよな。左ミドルが、左ミドルすげえ綺麗だったもん。すげえな。しかもこれ我流なんだってよ。我流でこんなことになるの？すごいよね。女にモテたくて格闘技始めたんだって。バカプレゼントありがとう、クミタン。ありがとうございます。クミタン最近忙しいのかな？バカプレゼントありがとう、クミタン。あ、これ言われたな。そうそう、うまい。うん。そうそう、ちょっと寄りすぎだよね。もう少しで3秒。おお、すげえすげえ。そう、なんでかっていうと、それに合わせて。お二人不思議なファッション？あれじゃん、スポーツウェアじゃん。俺よりさ、弱いリスナー、ちょっとよ、誰か来てくんで。2週連続おかしいですよ、この流れ。なんでこんな強えんだよ。俺より強えんだって。俺より弱いやつ誰か来て。いいね、先輩。いや、もうお墨付きもらってたからね、ドレさんが。いいよっつって。すげえ、なんか。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいっすね。いい人オーラがやばいから、ね、大阪先輩。ありがとうございます。勉強になりました。すげえ。疲れる時は置いちゃうっていう手もあるよね、うん、起きる場所あればね、うん、いや、もうああいうところに置いちゃうのよ。ああ、なるほど。先輩だ。いいわ、来た。
なんかかっこよくねえな。なんか全然違うんだよな。悔しいな。全然ダメだね。大阪先輩と見るとね。うん、テンプルに一撃で爪先入ったらな。ほうほうほう。全然違うな。もっといいパンチ打てるようになりたいな。全然ダメだね。落ち気味でなかなか気分が下げ下げ、うん、おお星野ゆらさんいらっしゃい、楽しんでて。今ね今日の練習をみんなで振り返ってるの、うん、はい、市川ワード2。これ良かったね、この右ストレート良かったね、うん、この右ストレート悪くない、うん、おお、サンジさん風船ありがとう。この右ストレート悪くないな、ショートストレートみたいな、うん、これドレさんに今日教わったやつなんだけど、でも短い方が得意なんだよな。でも伸びきらないとダメなんですね。今の良かったっすね、ちょっと。ちょっとなんか良かったっすね、うん。だけど、ちょっと短すぎるんだよな。スパーリングか、ここから。ミッドとか30分とかやってみたいな、サンドバッグとか。普段どういうメニューでやるんだろう、みんな。なんか多分その放送用にいろんなのをテンポよくやってもらってるから、短めにやってもらって技術を教えてもらってると思うんだよね。まあ半分ぐらいあるかな。もっとミッド打ちとか20分とか30分とか本来多分やるんだろうな。みんな見てる、ありがとね。284名さんいらっしゃい。うるさいうるさい、ありがとうございます。声が通るな。うるせえ。こういう時はね、ドルさん映してあげて。何もつけないとリスナーさん。和道さんかっこいい。全然かっこよくないよ、うん、全然かっこよくない。和道映してないんだよな。太ったなぁ。ブーちゃんだよ、ブーちゃん。ほっぺたの肉見て、なんか、あ、練習してねえってバレたらしいよ。うん、太りすぎだっつって。2週連続スパー。え？え？大阪先輩ってやるの？腰回らないで顔が回ってる。でもね、なんとか6月までにものにしたいよね。技術をちゃんと、その基礎ちゃんとワンツーとかだけでもさ、ジャブだけでもストレートだけでもローキックだけでもさ、まあジャブってもう本当に奥が深い技らしいから、ジャブ極めたら世界取れるって言われてるぐらいだからさ、そうはならなくてもさ、その一発のジャブが一発打てるようになりたいですね。ストレートワンツーとか。一番最悪なのは目線が外れちゃうこと、下向いたり、これよくあるんだよな。あるいはもう顔反らしちゃう。これを、あの大阪先輩をがわざと手出さないで打たせてくれたやつですね。要は当て感とかをつけるためにスパーリングではないですね。もうひたすらサンドバッグになってもらいただけたっていう、ちょっと申し訳なかったの。本当は強い人なのにさ、俺なんかイチコロで殺せるのにさ、優しい人だよ、うん、なんか多分タイガーマスクにね、多分ダウンさせられまくってね、自信喪失してくれる、自信喪失してるから、ドレさんとこの大阪先輩が配慮してくれたんだと思うよ。ポチャを持てるかな、うん、これはだから本当のスパーじゃないよ。まあ実力差はみんな分かってると思うけど、打たせてくれたのね、うん、そう、当てていいよって言ってるじゃん。俺は分かってないんだけど、裏でそのドレさんとその大阪先輩が話してくれてんの。ずっとガードしてくれてるな。あ、優しいよね。だ距離感がね、分かってないんだよ。もう近すぎるんだよね。どうしたらいいか全然分かんなくて。もう近すぎるんだ。こんなのありえないよね。風船10個ありがとう。もっと遠くからだよね。全然ダメだ。近いって怒られてる今。
今怒られてるね、近い近いって、もうちょい話しなさいって、うん、あ、俺乙女だからね、少女の暴走って書いてある、爆走、これくらい、これくらい、でも前傾姿勢すぎんだよな、ちょっと殴っていいっすよって言うけどさ、殴れないよそんな人殴ったことないからさ、わかんないじゃん力加減が、殴っていいっすよ、顎いいっすよって言うんだけどあ、うまいな、やっぱこうやって散らすんだね、また距離近い近い近い、でも、まあ、ガードもうちょい上げたいな、ガードがちょっと下がり気味じゃない、ガードもうちょい目線の上まで上げないとダメだな、また手下がる癖ついてるな、これもうちょい上なんだよね、うん、もっと上もっと上、様になってないよ、全然ダメだよ、前傾姿勢だし、スタン猫背だし、これはねロシアンフック教えてもらった前回のやつね、前傾姿勢すぎるな、ちょっと姿勢正さないとね、それでも腹が出てるからそう見えるのか、蹴りもなってねえな、ダメだこれ、うん、全然ダメだわ、あー恥ずかしいね、これは叩かれるわ、これは叩かれるわ、これはリスナー悪くねえな、わらわらですよ、このインローね、教わってんのすごい効くよ。これ、テルチャンピン多分ね、一発二発当たったら多分ね、超嫌だと思う。このインローってやつ。これね、覚えるまで大変だったんだけど、一回教わったらね、できるようになった。いや、自分に厳しいとかじゃなくて、これ、ドルさんの見ててインロー。これ、超痛いから。これで俺一週間、もうやる気なくなっちゃったんだもん。足痛くてトレーニングできなくなって。これ、これ、これ。このインロー。これ超痛いから。これ。もうね、蹴り上げる感じでバチンっていくんだけど。金玉蹴っちゃうギリギリなんだよ。だから危ないんだけど、反則になっちゃうから。でもこれはね、すっごい効く。俺軽く当てられただけで青技になってんのはこれもらったからの、ドルさんの。バチンって当てられて。おー、おなつさんワード2、楽しんでって。今日の練習、振り返ってます。やっぱ蹴りがなってねえな、はい、うん、地味にっていうかめちゃめちゃ痛いよ、もう立てなくなるぐらい痛い、うずくまるぐらい、今のはちょっと距離感が分かってきたなぐらいで、どれくらいの強さで当てていいのかっていうのが分からなかったから、ちょっとね、ちょっとだけ強めに3割2割3割ぐらいにちょっとね上げさせてもらったの、肘でちゃんとロックできてた、勝てるチャンピン素早いかな、そうそう、今日の振り返り、みんなでどこがダメでどこがいいとかやろうと思って、やっぱせっかくね、タイムシフトは自分で毎日研究してたんだけど、これも放送でやったら面白いんじゃないかなと思って、ほらキャプチャーできるようになったから、せっかくだから自分の研究も放送に生かそうっていう、うん、その勉強もやっぱそのいろんな意見があって、今日ほらあのさっきのリスナーさんでジャブの戻しを意識しなとか、やっぱいろんな意見を取り入れながらさ、もう本当にこれ演技じゃなくてこんな息の切れ方だかんね、寝技はないっすよルイさん、あのムエタイルールで肘膝あり蹴りありで3分3ラウンド、噛みつきなし、頭突きなし、寝技なしです、要はあのそういう感じです、ジャブは右足蹴った勢い、ジャブは右足蹴った勢いで体重移動して打つ。
そういえば右足、あ、はいはい、ま、ステップインね。距離を測ってストレート、ポジション回し打ちとく。なるほど、なるほど。これがね、パンチが全然ダメなんだよね。うん、久々ジムに通い始めたサラリーマンみたいな中年のダイエットだよこれ中年のダイエット姿だよ。そうそう、あれがみどりさんと浮気した人ね。で今辰彦さんの彼女、うん、いい人だったね大阪先輩、うん、人の彼女をさみどりさんの愛人っていう紹介の仕方ってどうなのって思うよね普通に辰彦の彼女って言えばいいのに、リスナーさんの彼女さんだよって言えばいいんだけど、彼女さんが一番のハードパンチなんだから、ね、ゆうゆうっていう人なんです、うん、なんかね、あのスケートのあのなんだっけ、ミキティって呼ばれてた人に似てたね、うん、ごめんね、疲れてるぞ、ね、座ってもいいからね、わかりますよ、みんな楽しんでてね、どうもよろしくお願いします、みんな楽しんでてね。奥が深えな格闘技は。みんないい人だね、本当リスナーさんに恵まれてますよ。僕は僕は本当に人に恵まれてる。昔からね、金星運とかはないんだけど、恋人であったりね、関わる人は本当にね、お前すげえ人に好かれるなとか、あの人に恵まれてるなって本当に言われる。本当にね、人の運は強いですよ。自分の周りにいい人がねいっぱいいて本当勉強になる。ありがたいね。いろんなさ一流の人がいるんですよ。いろんな一流の人がいろんなアドバイスしてくれんだもん、応援してくれんだもん。あ、でも会場内って多分禁煙、各禁煙だから、まあなんか煙が出る。ちょっとお茶入れてきてもいい？家族で見てんの？恥ずかしいんだけど俺の放送家族で見てんの。たくみさんも声からいい人おるわ。たくみさんめっちゃいい人だよ。俺がね一番信頼してる人だよ。まあ唯一のスタッフだしね。硬い、うん、怒られてかっこいいな。ドルさん慣れてるよね、シュッて避けるからね。フリッカー気味なんだねちょっと強く蹴りすぎたね苦笑いしてるよちょっと強く蹴りすぎたよねちょっと苦笑いしたもんね、ドルさん。あれはちょっと失礼だったな。そう、これね、結構ドルさんにパンチ当ててやろうと思って結構踏み込んでんの分かるでしょ。これね、当たんねんだよ。もう悔しいからドルさんに当ててやろうって今日目標だったの、実は俺の課題だから。動き違うでしょさっきと、ドルさんの時もうね、悔しいからね、一発ギャブンって言わせてやると思ってね。あ、蹴ってきた、重てそう、ドルさんの時ちょっと気合入ってるでしょもうね、前回悔しかったからね、もう絶対ギャフンって言わせてやるっつって。そう。プロの格闘家で僕は好きなマイク・タイソンとか、うん、あと K1 の古い選手ですね。レイセフォー、バンダレーシューバー、あ、バンダレーシューバーじゃなくてレイセフォーとかハントとか、ハードパンチャー系のボクサータイプ系がすごい好きですね。あとね、フィリオとかも、アンディ・フグとかも好きでしたけど、古い K1 ファイター、初期のスーパースターがいた頃のピーター・アーツとかね。うん、当たんねえんだよパンチが。ムカつくだろ、結構踏み込んでんのに。あー、モーションがでかいって言われたね、うん、だからもう蹴りで行ったんだけど。どれ、金的なんて絶対やらないよ。そういうことをやるのはやっぱ反則だから。痛かったよ、もうあざだらけだからね。もう例えば腕とかもさ、こうやってもう この辺とかも切り傷とかいっぱいあるんだよ。膝、足がもうこうぐちゃぐちゃだよね。豆もできてるし、擦り傷、打たれた後とかやっぱ、うん、いっぱいあるよ。まあ大したことないけど、まあ、そんな当たり前の世界だからねこの人たちは、うん、当たんねえんだよ、悔しいんだよこれ。なんなんだろうね、うん、もうローしかない。でもこれでいいって言われるのはもうパンチじゃなくてもう悔しいから蹴りに行くしかない大丈夫か
自分の蹴りで自滅するっていう。でもうボコボコにされるっていう。ダッセーな。自分の蹴りで足ぐねった感ね、これ。あの、すねで当てんのね、甲で当てちゃってね、足首ぐねったんですよ。距離感わかんないから。だだっこパンチになるっていう。泥試合になって、もう遊ばれてる。もうだ、もうぐっちゃぐちゃ。もうぐっちゃぐちゃ。もうひどいな、これ。もうね、でもね、こうなるんだよ、もう悔しくて。何やっても効かないから、もう畜生ってなってね、これ直せって言われてんだけど、もうこうなるんだよ。当たんねえよ、つって。これは面白いじゃん。こうなるんだよ。当たんねえ。これ面白いじゃん。なんでそう、お父さんと息子状態だろ。でも、目見たら本気なの分かるでしょ、分かるでしょ。もう本気で、もう悔しくて、何でもいいから当ててやるっていう感じなんだけど、これは直せって。ドレさん笑ってるじゃん。いや、ちょっと見ようぜ、今の。いや、でもね、これね、やってみると分かるよ。あのね、本当に悔しいんだって、もう余裕でさ、ポン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 、バチバチパンチ当てられてくわけよ。やっぱさ、そう、男の子だからさ、おい、ワードいいの打つじゃんみたいに言われたいじゃん。見え張りたいじゃん。うん。腰の位置は変わりにくいから顔面殴るふりして溝落ち。おー、なるほど、なるほど。そういうテクニックもあるんだ。もう一回見ようぜ、今の面白いから。で、ちょっと今のは面白かったな。これの後か。ドレさんは。ドレ。ドレさんに遊ばれたよね。やっぱプロ違うね。うん、やっぱね、やってた人は違うよ。この辺か。もう一回見ようぜ。もう一回見よう。ダダッコだよね。これみんなはでも試合会場でこれが見たいでしょ。俺とテレジャンピンが3ラウンド目体力なくなって、二人これさ、ドレさんが上手くてダダッコだからさ笑えるけどさ、二人ともダダッコだったらもう大爆笑だよ会場。これができるの俺とテルチャンピンだけだからね。で、ドルさんも言ってた。多分最終的にこうなるぞ、つって。もうね、気合だけだから、つって。本気でスパーリングしたら1分でもいいけど、これ2戦目だからね。で、ドルさん、やっぱ当ててくるの上手いから、急所狙ってくんのよ。あ、でもパリングできてるな。で、その蹴りにも全部カウンター入れてくんだよね。うん、あの右手が邪魔なんだよ、本当に。ずっとガードがあって、当たんねえんだよ。うめえなぁ、理にかなってるなぁ。くっそ。もうね、ジャブがうるせえの。でね、遠いんだわ。うわ、来た。重かった、これ。やられてる。ほら、つって。おめえの蹴りなんか効かねえぞ、つって。結構本気で蹴ってるよね。思ってたよりもちょっと力入って入れてるね。うん。ムキになってるよね。うん。いって。動いて、いいアドバイス。動いて、動いて。最後の動き見たいな、もう一回。いや、これ3分ってほんと長いかんね。もっと打てよみたいな。やじ飛ぶじゃん、こんなの。超きついよ、これ。ドレさんの目マジだかんね、やっぱ。まあドレさんはさ、ほんと1割ぐらいの力も出してないと思うんだけど、こっち全力でさ、ドレさん1割でこの試合だかんね。ほら、全部カウンター。右でポンって。だから、パンチ力じゃないんだよ。ほんとに。スピードでポンって置きに行くだけでもほんとに嫌なんだよ。ほんとに嫌なの。これね、これやってみない、やってる人はそうだよ、そうだよって言うと思うんだけど、やってない人からしたらね、このヘタレ野郎って見えるんだよ。もうローしかねえな。お、テルチャンピンいらっしゃい。息子頑張ってて。これ後半面白いから、テルチャンピン。テルチャンピンどう？熱は。体調どう？
大丈夫か2回目でも面白い、これ2回目でも面白いって、これ本物だわ。あーっつって、これを このシーンいいね。このシーンはなかなかハイライトだったね。わらわらシーンだね。これ面白いよね。これ絶対やっちゃいけないんだけどね、自分の蹴りで自分ぐねるっていうね。こっからこっからこっ出た出た追いなされまくって当たらないっていうダダッコパンチひどいね、聞きすぎでしょ、うん、もう攻めてこいって言われながら殴られまくってるからね。これは面白いね。いや、これが素人と格闘家の実力だよ。面白いじゃん、デルチャンピン。で、この後の顔がいいんだよ。この後の顔が最高だから、本当に。何回、2周目で面白いかな。この顔。当たんねえ。当たんねえ。エイス、免疫力下がってんの。大関の味方いらっしゃい。ボストンバークだよ。面白いね。やっぱ本気の本気の下手なやつは面白いね。どれさ笑ってんだもん。悔しいよな。思いっきり蹴られたな。俺だって痛いよ、ミドルキック、はい、ローキック、いやあ、打たれてる青春だね。マイナスしかないから、気に強いよ。だけど、はい、さっきも言ったけど、はい、パンチから蹴りからパンチ、蹴ってる時は隙があるから殴られると思ってないと、はい、この時の俺の本音言っていい？この時の俺の本音、ドラさん、呼吸させてって。今何言われても分かんないって。ドルさんめっちゃ教えてくれるんだけど、もうこの時の俺はもう、はぁ、はぁ、はぁ、みたいな。もう今じゃないと思って、5分時間をくれっていうのが本音だった俺の。うん、愛だよね、コーチの愛だよ。ヘッドギアは苦しくない、もう体力がないの。そう、笑っちゃうよね。いや、いいんだよ、みんなが笑ってくれたらそれでいいから。自分の蹴りでダメージとかもかっこ悪すぎるよね。超痛かったよ、グネったもん。あれすげえな。こういう風にやるんだよ。これ良かったよ。これ見どころだよ、今日の。これ見た、みんな見た人手挙げて。これいいよ。これはリスナーさんの立彦さんとドレさんなんだけど、こういうことかっていう。要はもうね、タチヒコさんは地下格闘技25戦でしょ、でドルさん20年やってるでしょ、試合も出てるじゃん。すごかったよね、これマジで見どころだよ。このね、ダダッコパンチとレベルが違うから、やってる人の試合見ようぜ、こう勉強しよう。これ本当に見どころだから、マジで。それじゃあ、うん、近すぎる、上、そこそこ、カメラマンに、カメラマンに指示を出してるところ。でゆっくり右にちょっと傾けたら、ゆっくりね、うん。そうそうそう。これすごかったよね。うん、超綺麗。だってドレさんが息上がってたもん。やっぱ違うんだよ、プレッシャーが。全然違うよね。そう。真ん中にジャブの感じとかさ。ドレさんがやっぱちょっと違うもん。ドレさん独特だよな、なんか。フリッカー、なんか、なんだろうね、このフリッカー気味なのかな。お、来た、ほらドレさんのコンビネーションちょっと違うでしょ。全然違うんだよ。はい、うん、たら、はい、俺の子供をあやす感じとちょっと違うんだよね。迫力あったよ、生で見たらもっとすごかったよ。これ良かったよ、うん、なんかスパー見てるって感じだった。あ、大丈夫か。 PTPT してる人いる？どう？みんな、みんなどう？ PTPT してますか？どうですか？大丈夫？関の味方さんだけっぽいっすね。大丈夫？うん、してない。うん、ありがとう。
ちょっとログインログアウトかな、うん、外れサーバー引いた、うん、ぬるぬる回線だね、うん、大丈夫。ああやって踏み込むのか、なるほど、よく見れてる、ありがとうみんな。うわすげえうまい、もうボディに打ち分けるんだ。ドレさんのジャブ超厄介なんだよこれ。来た来た来た、ジャブ3連打、これが超やりづらいの。インロー来た、お返した、すげえ、うわインローインローよ、これ良かったよ、インローインローインロー、すげえインロー合戦、これ痛いぜ。おおショータッパー、猫王さんいらっしゃい、これいいでしょ、これいいよね、うん、これいいよ。あと1分です。うわ、おお3発、いやプレッシャー勝てないと相手のスタミナ、あ来た、首相撲、首相撲来た、うん、面白い、やっぱこういう風にしたいな俺も、テルとさ、ねえこういう風にしたいよね、3分長いよこれ、戦ってるんだよ、殴り合ってるんだよこれ、本気で大人たちがさぶつかり合ってるわけですよ3分間。それはさ俺みたいにハー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 なるでしょ、ならないんだもんこの人たち。ほらパンチのスピード手数違うでしょ2人とも半笑いなのか男の子って感じだよね7いいなあ、いいなあ、青春だなあ、2人かっこいいね、2、うん、1、うわっ、0、うわー、いやー素晴らしい、いいもの見れたよ、これニコ生とかさ放送で見れる放送じゃないよ、あ素晴らしい素晴らしい、勉強になりました、ありがとうございます、いいね、これを試合で見せないと俺も、素晴らしい本当に、頑張るよ、ありがとう、あ、引き当てさん花火ありがとうございます、ありがとうございます、2月です、いや素晴らしいね、いやでもこの笑顔ですよ、ドレさんの持っていくからさ、体重が乗ってる方食ったみたい、花火ありがとう、ハッチさんから花火いただきました、ありがとう、ゴルゴさん風船5個ありがとう、楽しみだね試合当日ね、テルチャンピンがねちょっと体調悪いみたいだからそこ気になるんだけど、うん、ドレさんにパンチ当ててえな、あと2回しかねえかんな、今日リスワン取れそう、お、そうだね、今日は狙ってますね正直ね、今日は狙っちょります、うん、狙ってます、まあ取れるんじゃないかな、どうなんだろう、まあ分かんないからね、実力のある人が取るだけですからリスワンは、うん、テルジャンピン大丈夫かね、ドレさんの構え独特、余裕が見れる、なんかねこうなんつうんだろう、半身に構えてこうなんつうんだろう、こういうのでちょっとね、なんて言えばいいのか、まあ見ての通りだね、うん、初見さんいらっしゃい、風船ありがとうございます、初見さん、もし面白かったらフォローしてください、あの格闘技のイベントに出るんで、あの練習をしてるのを振り返ってます、いやー面白いね、こう見るとね、こう見ると面白いわ、自分がいかに滑稽なことをやってるかっていうさ、よくなってるのかな、不安があるよ、もう一回見てみる、俺のダメ試合3回見ても面白いかな3回見ても面白いかな、結構踏み込んでんだけど当たんねえんだよな、当たるけどもらいます、はい、でもパリング自然とできてるな、あ、わかったわかった、俺ドレさんに次パンチ当てよう、ドルさん自分はフリッカーって言ってた、やっぱフリッカーだよねこれ、当てるより殴る癖つけた方がいい、
あーやっぱ当て、そうだよね、実践実践だよね。リスワン頑張るよね、こうさん、ありがとう、風船10個、うん、どれさんも蹴り、これテルチャンピン、テルチャンピン、テルチャンピンね、多分これ見て震えてるはずなんだよ。なんでかっていうと、テルチャンピンって多分ね、自分と体重同じか軽い人とやってるはずなの。俺ね、全員ヘビー級とやってるんだよ。あのね、なんつうの、体重同じ人とやったら多分楽なはずなのよ。俊敏さはあると思うけど。でも俺ドルさんと普段やってるから、ずるいよって絶対思ってるはずなんだよね。だってドルさんのパンチの方が絶対早いし重いんだもん、テルより。で、コウさんありがとう、風船ラッシュありがとう。バドーさんのスタイルは配信者でいうパワー系だね。俺は雑談系だと思うけどな、どうなんだろうね、うん、パワー系なのかな。あー、これ下かがむくせにダメだな、直さないと。うん、これ追い込みかけられたら、ラッシュかけられたらすぐダメになるからね。これダメだよ、目そらしたりとか逃げる癖なくさないと、うん、あ、やっぱ蹴りの方がリーチ長いんだね。ナイスロー、ダメ、手で、うん、全然違うな、やっぱ。あ、大丈夫か。3回目でも鉄板だったね。3回目でも鉄板だったら、これは面白いよ。あーっつって。3回目でもちゃんと面白かったね。高谷さんこんばんは。足グニャン。猫パンチ。ニャーっつって。悪い癖全部出てるっていう。一発も当たらないっていう。お疲れ様、バタフライテールさん。へたれ。攻めてこいって。攻めらんないっていう。これがね、僕の今の実力です。これを試合で出さないように気をつけます、本当に。もうでも3ラウンドの後半30秒こんな感じだと思うから。そう、本気。目はマジ。やってることはダサいけど、目は本気っていう。でも、その本気でやってるのがわかるんですよ、この顔。なんでそんな疲れるかったら、力が入ってる。気合入ってないよ。顔だけは一丁前だからな。配信者の悪い癖だよね、これ。顔だけは一丁前っていう。ああ、面白い。笑うわ、こんな。まあ、こんな感じかな、今日の練習は。うん、あと見どころあったっけな。あるでしょ、80超えました、ね、髪ぐっちゃぐちゃだな。あ、レクチャーありがとう、うん、いや面白かったね。なかなかいい練習だったんじゃないでしょうか。ちょっとね、1週間練習サボってたのが、左ガード下がる相手は右ストレートが左フックカウンターで狙って入るという。なるほどなるほど、前足潰しちゃえば、イケメンだよな。なんかシルベスタスターローン系の顔だよね。とりあえず体力ですね。おいた中さんいらっしゃい。で、それも蹴りだけだと当たんないから。永久保存版、これ YouTube にあげようね。これ YouTube に動画残そうぜ。コンビネーションが多彩なんだよな、本当ね。何が飛んでくるか分かんねえんだよ。ジャブだけでもね、なんか7パターンぐらいあるんだよ。ジャブ、ジャブ、ジャブとか、ジャブフックとか、ジャブアッパーとか、もういろんなのあるから、もうわけわかんないよ。で、全部インローにつなげてんの、ドレさん。ありがとうございました。スタローン系だよね。スタローン系イケメンだよね。シルベスタ・スタローンとか。大阪先輩。すごい、助かりました。超いい人だったよ。勉強になりました。ショッピングライト。毎回すごい人が来る。何なんですかね。ガチ勢ばっかりだ。弱い人募集中です。いい人オーラが半端ない。僕より絶対弱いっていう自信のある方、ぜひ来週来てください。お疲れ様でーす。はい。はい。まあまあまあ、こんな感じでした。はい。皆さんありがとうございます。
いやー面白いね。笑うわ、こんなの。面白かった。なかなか 見せ物としては面白いけどさ、これ試合になんねえぞ、マジで。これはちょっと気をつけないとね。いや、面白かった。いい放送だったね。やっぱ絡みがあると面白いっすね。よいしょ。ちょっと待ってね、映像切り替えも、まあ、これは見てる方はね、もうちゃちゃ入れたくなるのがよくわかるわ。これは言いたくなるね。へたれとか腹が出てるとかさ。パフェプレゼントありがとう。防御できてないなら相手の攻撃が待ったらダメ。とりあえず殺す気でいけ。あと体力、毎朝ラジオ体操しよう。あのね、一応ね、練習は毎日やってたんだけど、今週サボっちゃって。で、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。ランニングとかはやってたんだけどね、ちょっとね、メンタルやられちゃって、メンタルとね、フィジカル、両方ともやられちゃって、休もうと思って、もう休みに停止してましたね。バカみたいに毎日毎日やってたもんね。こんなんじゃダメだと思って。TMT どう？見れてる？映像キャプチャーデバイスじゃなくて、画面キャプチャーデバイス。みんな TMT どう？TMT いけてるよね？見えてるよね？大丈夫？ OK、OK。ありがとう。なかなかこのソフト使いこなせてきたね、だんだんね。このソフト無料って便利だよな。いい時代だよね、こういうさ、配信ソフトとか無料で使えんだもんな。開発者に感謝だよね。すごいありがたいよ。長すぎる。ああ、風船ありがとう。和道さんの YouTube の米部見れるようになって。あ、そうだよね。やっぱ米部良かったでしょ、このアイディア。これね、絶対思ってたの。YouTube の人は、俺の一人喋り見てても多分、何言ってるか分かんないし、面白くないだろうなと思って。で、ここに画面映したら、あ、この人とのやりとりなんだっていうのが伝わるじゃん、だんだん。そういうね、やっぱ YouTube のリスナーさんも大事にしていきたいなっていう。で、YouTube でさ、あ、この人面白いなとか興味あったら放送見に来てくれるからさ、そこはね、大切にしていきたいんですよ、両方とも。まあ YouTuber ではないけど、俺は。一応配信者っていうね、カテゴリーだけどさ、そこはやっぱ柔軟に対応していかないと食えないからさ、そこはね、やっていこうと思ってます。頑張ってね。あとね、今日ニュースでフォロワーさんの数が1500人超えました。ありがとうございます。結構ね、1500人って大事な数字なんですよ。ここまで行くか行かないか結構ね、頑張ったんで、本当に1519人の応援してくれたフォロワーの皆さん、今後ともよろしくお願いします。ということで、新しいフォロワーさんを紹介します。美咲ちゃんフォローありがとう。高橋吉信、椎名組さんフォローありがとう。カブニートさんフォローありがとう。ノンタンさんフォローありがとう。グランジさんフォローありがとう。リノマさんフォローありがとう。プリンさんフォローありがとう。アンポンタンさんフォローありがとう。レンさん、レン様フォローありがとう。お父さんフォローありがとう。ケイリシさんフォローありがとう。ありがたいですね、本当に。ね、5000人コミュ行きたいね、ふわっちでも。ニコ生でできたってことは、俺はふわっちでもできるっていうのは、俺の考え方だから、このまま5000人コンビを目指して頑張ります。その後万人コンビ行こうね、みんなで万人コンビ目指しましょう。じゃあ一回配信止めます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。